お願いマヒロ、温泉の中に素敵な飾りを置いて、私たちのマイラ温泉を今よりもっとグレードアップしてちょうだい。何置くんだ、噴水か、武器屋の壁掛けは。はい、ヌオーマヒロ、これが維新伝心か。ちょうど主に頼みがあったのだ。姉子の救出が迫っているとあって、我々の士気は高い。だがしかし、こいつはご飯かな。いざ魔物の城に攻め入ると考えると、こんな筋肉で足りるのかどうしても不安でな。そこでマヒロ、お主には魔物の城に攻め入る十分な筋力を得るために、サボテンステーキをはるかにしのぐ筋肉作りを活発化する料理を作ってほしいのだ。やっぱ料理だね。聞くところでは青い扉の先に唐辛子なる辛い食材があるという。拾ってきた。その食材でベジタリアンのわしも満足の肉汁滴る肉料理を作ってくれ。ぬ？なんだと？ベジタリアンなのに肉を食べていいのかだと？バカモン、お主ベジタリアンと筋肉と、いやベジタリアンと姉子とどちらが大切なのだ。今日限りでベジタリアンは卒業。さあわしのために肉料理を考え作ってくれ。あ、じゃあ今回は普通の肉料理なんだね。溶岩ステーキ。激辛ステーキだって。いやでもこいつ十分強いからな。とりあえずグレードアップしろって言ったな。はい、どこだ、あれ、ここじゃないのか、こっちか。武器屋の壁掛け。なんで武器屋なのかわかんないけど、中に置けばいいのかな。それと料理で、作れる？あ、作れるね。溶岩ステーキ。あ、分厚い肉が必要なんだ。はい、オッケー、できたよー。おお、真宙、わしが依頼した料理を持ってきてくれたのだな。ぬぬ、溶岩ステーキだと、これはうまそうな。さあ早速わしにくれ。はい、超熱そう。どーれ、早速一口。もしゃもしゃもしゃ、ガツガツガツ、ごっくん。うむうむ、うまいぞ。これだけで心なしか筋肉がついた気がするぞ。実はな、まひろ、わしのベジタリアン宣言は今回で37回目なのだ。失敗しまくってるじゃん。金を破るのは慣れておる。お主が気にすることはないが、はは。いやもうベジタリアンって言わなくていいじゃん。そもそも姉子の真似をしてベジタリアンまがいのことをしてみておるが、最高の筋肉を求めるわしにはやはり良質な肉料理が必要なのだ。じゃあ姉子はベジタリアンなんだね。さあ真宙、わしの準備は万全だ。皆の準備が終わり次第姉子救出に参ろうぞ。とりあえずこいつには話しかけておくか。誰が誰だかマジで分かんないからさ。はい、この状態で、温泉をグレードアップ、ここら辺につけりゃいいのは。待って待って、何が必要。どうかしら真宙、血湧き筋肉踊る温泉のグレードアップは進んでる？温泉は熱いお湯で気力が湧きつつも、あふれる湯気の中でリラックスできる。それに男の肉体からほとばしる濃厚な汗を見るとがぜんやる気が湧いてくる。素晴らしい施設よね。そんな温泉をよりグレードアップするために、あんたがさっき思いついていた温泉の中に壁、温泉の中の壁に武器屋の壁掛けと剣の壁掛けを2つ、剣の壁掛けを2つ作れるか。あ、作れるね。
よし、でもう一個。よし。で、これで OK。ほい。え。よし。荒くれ温泉。作ったよー。はい。まあまあ、真宙、温泉を素敵に飾り立ててくれたのね。温泉は、マイラの象徴でもあるの。温泉を立派にしておけば、姉子も喜ぶはずよ。姉子はよく言ってたわ。武器の発明に行き詰まったら、温泉に入るとリラックスして気分転換できるって。正確に言うとね、姉子は昔、発明家の助手のようなことをしていたの。その発明家が残した手がかりをヒントに、魔物を倒す武器や兵器の開発を進めてたってわけ。私は姉子が魔物にさらわれたのもそこに理由があるんじゃないかって考えてるわ。まあとにかく真宙、素敵な温泉をどうもありがとう。これで姉子を助ける英気も養える。準備ができたら姉子救出作戦のスタートよ。なんかそろそろバトルになりそうじゃない？嫌なんだけど。大丈夫？バトルじゃない？バトルだよ、ほら、やっぱり。勝てるかな？よし、真宙、ついに準備ができたな。いよいよ、姉子救出作戦を決行する時だぜ。と思ったらだ。城に攻め込もうとしてる俺たちを見て、魔物どもが先手を打ってきたみてえなんだ。姉子を助け出すために、ここは何としてもしのがなきゃならねえ。さあ頼むぜ、真宙。戦いの準備はちょっと待って。どうしようかな。この装備でいける気がしないんだけど。だって前回めちゃくちゃ苦戦したもん。とりあえずサボテン聖器作って、どうしようかな。武器、防具、防具あげたいよね。鎧のかけら、誰が落とすかな。ちょっといろいろアイテム集めも含め行ってみようか。持てなかったものとかいっぱいあるからね、そこら辺も回収しながら。毛皮はもうそんなにいらないと思うんだよ。あ、なんか落ちてる。よし。はもう別にいらないでしょ。ちょ、一角ウサギ倒しとくか。いて、分厚い肉。ほいほいよっ。あ、そこにゴーレムがいる。そっちはいけないのかな。で、そこら辺のアイテムを拾ってって気になるんだよな、こういうの。いてててて、ちょ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 、待って待って待った。ほいほいほい。こっちか。こいつ倒したら手に入らんかな。よっ、危ない危ない。ほいほい、全然効かねえ。1だって。いって、バカバカバカ
でもじゃあ私戦わない方がいいんじゃない？ 1 しか効かないってな。もう落とさんし、ここまあいいか。あ、いやでも一応拾ってくるか。よいしょ。もうでも持てなくなるけどな。よし。あとはこの奥か。ああ、ちょっと待って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 。ちょっとなんかいるし、なんでこんなところに湧くん。ちょ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 、倒して。よしよし。はい、間違った。よし、これで OK だね。あとは、あー間違った。どうやって置くんだっけ。こうか。よし。あ、いてていてて、なに、なにこいつ。は、草むした土、なんじゃそりゃ。敵だったんだ今の。全然分かんなかった。まだなんかいるよ。どこどこ、どれ。なんか変な音だけしたけど。ちょ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 、いない。よし。あー、夜になっちゃうな。痛い。あ、これか。ちょちょちょ、倒して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 。こいつ、あ、いなくなった。びっくりした。ちょっと寝れるとこないの。夜になっちゃったよ。鎧の騎士、ちょっと待って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 。倒して。ベイパー頼んだ。ベイパーだっけ、名前忘れたわ。はい、よっしょ。はい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 。お、ナイスー。で、なんなの。木材、やったー。本棚、大倉庫作れる。魚る、魚る、酒場作れとか言われそうだな。この集まりだし、男ばっかだし。寝る場所ないの。あ、お腹空いてる。なんかここも敵出そうじゃない。宝箱あるし。ほら、頑張ってベイパー。ベイパー、いけ、頑張れ。いいぞ。こっち来た。ちょちょちょ、私がこの武器なのがダメなのか。待って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 。ちょ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 、ほい、8。そうだね。あー、ちょっと待って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 、邪魔くさいな。ほい。あ、あ、待って待って、死ぬ死ぬ死ぬ。狙われてる。あー、ちょっとちょ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 、倒して倒して。おいおいおい、ほい、痛い痛い。いや、防具を強くしたいんですけど。ほい、おー、ナイスナイス。何も落とさない。何が入ってんの、木材。あ、いの、命の木の実。これいらないね。
捨てる。寝るとこ欲しい。なんか鉄のなんちゃらってこいつが落とすそうな気がするんだけどな。落とさんのかな。いてー。いや落とさんな。明るくなってきた。ほい。お、回復薬落としたね。逃げた逃げた。頑張れ。こいつ勝手に回復してんだけど、自分で回復薬かなんか使ってんのかな。落とさない。こいつから落とすんじゃないのかな。ほい。よいしょ。ほい。オッケー。いや落とさんな。はい。よいしょ。ほい。あ、落とした落とした。やっぱこいつだ。石炭、石炭いらないか。よし、そこにもいるけど、ちょっとなんだよ、あんな変なとこにいる。出てこないかな。とりあえず1個作れれば平気か。敵が湧かないな。あ、いた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 。よっ。ほい。よいしょ。回復薬か。こいついっぱい倒せば回復薬手に入るんだな。いいって。ほい。なあ元さん、落とす確率は低いんだね。ほい。落とさんな。こいつで終わりにしようか。大倉庫作ろう。もとりあえず、よいしょ。落とさねー。じゃあ帰ります。いやマジで寝るとこないんだけど。よし、急いで急いで大倉庫作ろう。もうとりあえず急いで急ぎまくって、大倉庫大倉庫。当たった。え、あれ木材が足りない。